皆さんこんにちは。今日はねひまわりの丘公園ですね。そろそろひまわりが咲き出す頃なので状況だけ見ておきたいと思いますね。毎日ね暑いからねひまわりの咲きもちょっと早まってきてるんでしょうかなと思うんやけどね。はい、ちょっとここから見ておきましょうね。ちょっと咲き始めては来てみます。よし、ひまわりはね、炎天下で見るしかね方法がないんでね、それが辛いよね。暑い、日陰あれへんからね。ね、多少風が今日吹いてるからまだマシだけどね、マシだけど咲き始めたばっかりやね。みんな背向けてしまってね、こっち側もちょっと向いてるか、こっち側ね。向こうは175号線でね、黄色になったら、巻き木になったらよう見えるでしょうね。まだまだこの辺咲いてないからね、これからですよ。はい、で向こうからの土手の上からね、池の土手の上からみんなも綺麗ですけどね、ちょっとしたけど遠いから、あっから見たら遠いからね、黄色がわーっとあったら綺麗に見えるんですけどね。あ、これもうすぐお立ち台ができるよな、これ多分。花咲いてるからね。ちょっとこっちが来てみましたがね、小さなひまわりやったね。まあ、半分からも大きいひまわり、ちょっと種類が違うんだよ、かね。まあ毎年思うことなんやけど、大きいひまわりがね割と先にした。これはちょっと小さいね。向こうの方まで広がってましたね。はい、それでねちょっとこっちの公園内のひまわりもちょっと見ておきましょう。向こうに大きいの、ま、前見た時もちょっと先撮ったけどね、そっちの方もちょっと見ておきます。はい、そしてね、まあひまわりに行く前にちょっとアジサイもね見ておきましょう。綺麗に咲いてます。今が見頃やな。ちょっとこの辺細いんかな。ちょっと色づき始めのやつがあるからね。これ向こう側のピンクは綺麗にされてるけど、これなんかまだこれから違う。どうやったのかこれね。これは綺麗ですわね。はい、アジサイ畑ね。ブルーベリーちょっとなってるけど、どうなの、まだちょっと熟してないね。取ったら怒られるやんけ。はい、ちょっとだけ周り見ておきましょう。違うね、いつもね早く飛ぶやつってでかいよね。あそこも終わってんのかな、今。ちょっと後でちらっと見ておきましょう。はい、入ったらあかん。あ、見頃を迎えるまでは入ったらあかんね。もうええんちゃう。まあさすがにバラ園のバラはもうね終わってますよね。ちょっと向こうから見てみようか。
東京タワーもやっぱひまわりだな。暑いですわ今日、まあ、あんまりね、もうこれがナスバナーズ、私もちょっとバテてきたんでね、あんまりちょっと花見てもらんでもね、あれですわ。はい、ここひまわりやね、したけど全然咲いてませんね、ちょっと植える時期はちょっと違うんでしょうねこれね。はい、はい、まあそんな感じでしたね。はい、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。